夢中や。こんな夢を見た。腕組みをして枕元に座っていると、仰向きに寝た女が静かな声で、もう死にます、という。女は長い髪を枕に敷いて、輪郭の柔らかなウリザネ顔をその中に横たえている。真っ白な頬の底に温かい血の色が程よくさして、唇の色は無論赤い。到底死にそうには見えない。しかし女は静かな声で、もう死にますとはっきり言った。自分も確かにこれは死ぬなと思った。そこで、そうかね、もう死ぬのかねと上から覗き込むようにして聞いてみた。死にますとも、と言いながら女はパッチリと目を開けた。大きな潤いのある目で、長いまつげに包まれた中はただ一面に真っ黒であった。その真っ黒な瞳の奥に自分の姿が鮮やかに浮かんでいる。自分は透き通るほど深く見えるこの黒目の艶を眺めて、これでも死ぬのかと思った。それで年頃に枕のそばへ口をつけて、死ぬんじゃなかろうね、大丈夫だろうねとまた聞き返した。すると女は黒い目を眠そうに見張ったまま、やっぱり静かな声で、でも死ぬんですもの、仕方がないわと言った。じゃあ私の顔が見えるかいと一心に聞くと、見えるかいって、そら、そこに映ってるじゃありませんかとにこりと笑ってみせた。自分は黙って顔を枕から離した。腕組みをしながら、どうしても死ぬのかなと思った。しばらくして女がまたこう言った。死んだら埋めてください。大きな真珠貝で穴を掘って、そうして天から落ちてくる星の賭けを墓印に置いてください。そうして墓のそばに待っていてください。また会いに来ますから。自分はいつ会いに来るかね？と聞いた。日が出るでしょう。それから日が沈むでしょう。それからまた出るでしょう。そうしてまた沈むでしょう。赤い日が東から西へ、東から西へと落ちていくうちに、あなた、待っていられますか？自分は黙ってうなずいた。女は静かな調子を一段張り上げて、100年待っていてくださいと思い切った声で言った。100年私の墓のそばに座って待っていてください。きっと会いに来ますから。自分はただ待っていると答えた。すると黒い瞳の中に鮮やかに見えた自分の姿がぼーっと崩れてきた。静かな水が動いて映る影を乱したように流れ出たと思ったら、女の目がパチリと閉じた。長いまつげの間から涙が頬へ垂れた。
もう死んでいた。自分はそれから庭へ降りて、真珠貝で穴を掘った。真珠貝は大きな滑らかな縁の鋭い貝であった。土をすくうたびに、貝の裏に月の光がさして、キラキラした。湿った土の匂いもした。穴はしばらくして掘れた。女をその中に入れた。そうして柔らかい土を上からそっとかけた。かけるたびに真珠貝の裏に月の光がさした。それから星のかけの落ちたのを拾ってきて、軽く土の上へ乗せた。星のかけは丸かった。長い間大空を落ちている間に、角が取れて滑らかになったんだろうと思った。抱き上げて土の上へ置くうちに、自分の胸と手が少し温かくなった。自分は苔の上に座った。これから百年の間、こうして待っているんだなと考えながら、腕組みをして、丸い墓石を眺めていた。そのうちに、女の言った通り、日が東から出た。大きな赤い日であった。それがまた女の言った通り、やがて西へ落ちた。赤いまんまで、のっと落ちていった。一つと自分は感情した。しばらくすると、またからくれないの天灯がのそりと昇ってきた。そうして黙って沈んでしまった。二つとまた感情した。自分はこういうふうに一つ、二つと感情していくうちに、赤い日をいくつ見たかわからない。感情しても、感情してもし尽くせないほど、赤い日が頭の上を通り越していった。それでも百年がまだ来ない。しまいには、苔の生えた丸い石を眺めて、自分は女に騙されたのではなかろうかと思い出した。すると、石の下から、蓮に自分の方へ向いて、青い茎が伸びてきた。見る間に長くなって、ちょうど自分の胸のあたりまで来て止まった。と思うと、すらりと揺らぐ茎の頂に、心持ち首を傾けていた細長い一輪のつぼみが、ふっくらと花びらを開いた。真っ白な百合が花の先で骨に応えるほど匂った。そこへ、遥かの上から、ぽたりと露が落ちたので、花は自分の重みでふらふらと動いた。自分は首を前へ出して、冷たい露の滴る白い花びらに接吻した。自分が百合から顔を離す拍子に、思わず遠い空を見たら、暁の星がたった一つ瞬いていた。百年はもう来ていたんだなとこの時初めて気がついた。